こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2017年から航空自衛隊に配備が開始された最新鋭輸送機が C2 輸送機です。その巨体からこの機はブルーホエールシロナガスクジラと呼ばれているそうです。シロナガスクジラは地球上最大の生物ですから、その愛称で呼ばれる C2 の大きさが想像できますね。その昔は南氷洋での捕鯨で捕獲されていたクジラでしたが、現在はその姿を見ることはほとんどないようです。C2 輸送機のサイズは、全長、全幅ともに約 44M、高さが約 14M という大型輸送機で、調達価格は1機あたり約230億円という高額です。当初の予定価格よりもいくらか高くなったそうです。2000年から開発が始まった C2 輸送機ですが、完成は当初の予定より2年ほど遅れたそうです。しかし、その分、じっくり時間をかけたおかげなのか、国産の旧型 C1 輸送機と比較すると、機能が大きくアップした優れものになりました。優れた点ですが、具体的には輸送機として最大のメリットである積載量が大幅に増加したことです。C1 輸送機は約8トンの積載量だったのですが、C2 では約30トンになり、3倍以上の積み込みができる機体になりました。航続距離に関しても、C1 輸送機が3トンで約 1700km だったのに比べると C2 輸送機では約20トンで約 7600km という4倍以上の航続距離が達成できるようになりました。国産の C1 輸送機の次に航空自衛隊に導入されていたのはアメリカ製の C130 輸送機だったのですが、こちらも約5トンの積載時で約 4000km の航続距離でした。C2 はこの機体をも大幅に上回る性能を持っていると判断できると思います。では、日本の国産輸送機同士の比較を見てみましょう。積載量、航続距離ともに約4倍以上という素晴らしい成績です。航空自衛隊の全輸送機だった C130 と比較しても C2 は2倍以上の基本能力が備わった輸送機と言えそうです。当然のことながら、航続距離、飛行距離が伸びるということは、必然的に滞空時間も伸びることになりますから、搭乗員にかかる負荷も増大します。これは、運用上の課題の一つとなってくるでしょう。そこで C2 輸送機はベースを共にする P1 哨戒機と同じように各種の電子制御システムを実装させることによって負荷を減ら、寿司組を導入しました。同時にユーザーインターフェースの向上も図られています。それだけでなく、C2 輸送機の機内には搭乗員の仮眠スペースとして2段ベッドや冷蔵庫なども設置されています。長時間飛行する搭乗員の精神をバックアップする生活設備も充実させていることがわかります。また C2 輸送機が大きな注目を集めている理由が陸上自衛隊の16式機動戦闘車を積載できるという部分でしょう。
広大な貨物積載スペースを確保されているシーツ上に、全長約 8.5M、幅約 3M、高さ約 2.9M、重量約26トンの16式機動戦闘車がそのまま収容できるようになっているのです。写真を見る機会があったのですが、確かに広いスペースでした。この事実は、尖閣諸島をはじめとして近年日本への圧力を高めてきている中国に対して非常に大きなポイントになると言えましょう。中国への備えの一つとして日本は離島防衛に手を抜けないのですが、 C2 輸送機の性能をもってしてもさすがに戦車を積載することはできません。あの大きさと重量ですから。現在のところ、戦車を移動させて展開させるためには、船舶に頼るしかないのです。さらに戦車そのものの運用は、世界的に見ても、軍事的には、現在無用の長物となりつつあるそうです。確かに戦車を動かすということは、あまり経済的ではないように感じますね。重工、巨大な戦車の代わりに16式機動戦闘車のような軽快な装輪耐圧機車輪車両が中心になる傾向が増えているということから考えても C2 輸送機に16式を乗せるということは理にかなっていると思われます。それ加えて C2 輸送機は地対空誘導弾であるの PAC-3 や水陸両用戦闘車両の輸送も可能なので、作戦展開や相手への対応の幅がこれまでより格段に広くなったと考えることもできましょう。といっても、BAC-3 を空輸することに関しては攻撃予測に十分な時間的余裕がなければ、敵を迎撃する展開は難しいのではないかという一部の見方もあるそうです。やはり一番のメリットは16式機動戦闘車や水陸両用戦闘車両を輸送し、空挺部隊との併用によって離島防衛の任務を担うことが可能になったということでしょう。また、2011年の東日本大震災や2018年の西日本豪雨、2019年の台風15号、19号被害など、近年、特に自然災害に見舞われている日本では、被災地へ移動して、救助任務や支援物資の運搬などの参加についても、大いに期待されているところです。C2 輸送機には広大な荷室があります。それを活用して、ブルドーザーやレッカーなどの特殊車両を積み込んだり、野外での手術設備、浄水装置などを輸送する際にも対応可能となっていますから、機体が集まるのも当然と思われます。また、前述のように長くなった航続距離を十分に活かして、国内だけでなく、海外での支援活動や PKO 活動などにも進化を発揮してもらえる輸送機と考えられています。機関部分にも C2 輸送機は特徴があって、数多くの旅客機などに採用されている信頼性の高いジェットエンジンを採用しています。同サイズの輸送機は、ガスタータービンを介してプロペラを駆動するエンジン、ガスタービンエンジンなのですが、ジェットエンジンは汎用性の高いエンジンなので、何かあっても世界のどこででもメンテナンスができるメリットがあるのです。それに加えて、最高速度も民間ジェット機と同じ約マッハ 0.8 が実現できたので、民間航空機の航路や高度を利用できるようになりました。これは、
容易に運用できるというメリットというわけです。C2 輸送機は2017年に航空自衛隊の美保基地鳥取県へ3機が配備されています。2020年度をめどに計10機が配備される計画ということです。また、この機体を土台として、コンピュータを駆使した電子戦に備えた電波情報収集専用機を建造する計画も同時並行で進められているようですね。